ムパースモールの俊之と知恵です。今回はピカクシダの仕立て直しをやっていきます。イエイ。ウィリンキーのカッパーウィルですね。ちょっと今日仕立て直ししていこうかと思います。これね、前日からホクホクさせておいたやつ。はい、でこの子ですね。すごい見てもらうと分かる通り首折れ寸前でして、でやっとちょっと固定できそうな貯水量が出てきたので、ちょっともったいないんですけども、今回これを軸に仕立て直ししていければと思います。では実際につけていきたいと思います。今回つける糸を変更しようと思っていて、こちらのコルクに付け替えていきます。でこれもともとウィリンキーのスコフィールド竜田が板付けされてたんですけど、少し前にね首折れしてしまって、こちらもね、そうこちらもじゃないか、こちらはそう今養生中なので、こちらの水苔を取って、それで新しく付け替えていこうかなと思ってます。この子が首折れしちゃったから、ちょっと本当にそう、ね、カッパーウィルも危ないねって言って、そう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 、そうなんかいろいろ針金で固定したりとか、ちょっと水苔成長点の周りに持ったりして調整してたんだけどね、結局折れちゃったんで、そうポキッといっちゃった。そうなんで今回はね、ちゃんともう本当にしっかり固定させて、もう折れないようにしようかなと思ってます。でスコタツちゃんは今ちょっとコットで養生中です。でちなみに今は新しい貯水量も展開してきて無事にね、結構今順調な状態です。でそんなこんなしてるうちに水苔が取り終わりましたね。では続いて問題のカッパーウィルを外していきます。今回板変えるんですけど、この鰹節みたいな流木ね、あんまりなんか綺麗につけれなかったんですよね、個人的には。なんで形がね、本当に鰹節だからね、斜めになっちゃうとね、そうそうそう、なんでこの付け慣れたコルクに付け替えていこうかなと思ってます。でそんなこんなしてると取れたんですけど、ではね少し裏に来てるかなっていう感じでした。ちょっと成長してたね。でそしたら早速板につけていきたいと思います。まずちょっと水苔を敷いて、でその上にというか、そこに知り合いの方からちょっといただいた肥料を仕込んでいきます。そしたら株をちょっとほぐしてあげて、位置を決めていきます。この辺ですかね、成長点がね、あれなんか、こっちだね。そうですね。で今回は先ほども説明した通り、この右側に出てる貯水葉をちょっと犠牲に、これで固定するような感じですね。この水苔をちょっと貯水葉の裏側とかに詰めて、こうすることによって結構株も安定すると思うので、これでもやってから気づいたけど、もう貯水葉自体も水苔で覆っちゃってもよかったかもしれない。ちょっと思った、ちょっと思ったけど、まあでも今回、まあでも、よかったかな。であとは最近やってる水苔の戻し方で今回も採用してるんですけど、ビニール袋に水苔を入れて、そこに少量の水と、あとは活力剤を1滴ぐらい入れて水苔を戻すっていうやり方をやっていて、結構それがね、調子よくて、であとすごい板付けがしやすい、そうしやすいんですよ、なんかべちゃべちゃならないからね。そう、水大量の水で戻すとどうしても
あの周りもねびしゃびしゃになるんで、私はこっちのやり方の方が好きです。うん、ではここから選手交代です。はい、私の出番です。まず最初に下をねちょっと固めてから私はいつもやるんですけれど、これね結構大変だった。うん、やっぱあの成長点傷つけないようにっていうのもそうなんだけど、このちっちゃい貯水葉を土台にするっていうのを考えて、でかつちょっと多めの水苔だったから、そこもね難点ではあったけれども、やっぱコルクなんでその点で言えば板付けしやすかったかな。ああ、そうだね、確かに引っ掛けやすいからね、うん、いろんなところ。そうそうそう、あのぐる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 巻かないでも出っ張りのところに引っ掛けて巻けるので、うん、コルクやっぱ板付けしやすいですね。うん、でぐちゃぐちゃでも綺麗に見えるっていうか、なんかワイルドに見えるからおすすめです。あと水苔の話に戻っちゃうんですけど、水苔の戻し方で、うん、やっぱなんか推奨されてるのが、うん、買ってきたそのままを全部水苔戻すっていう方がいいらしくて、うん、で今うちはね結構前に大きいサイズのやつを買っちゃったんで、それはなんかこうちぎっては戻してちぎっては戻してなんか徐々に使っていくスタイルでやってるんですけど、それだとどうしてもね水苔の繊維が一本一本短くなっちゃいがちなので、美覚しのにとっても良くないし、あとは板付けのしやすさといったところでもやっぱ繊維が長い方がね板付けしやすいからその方がいいらしいですね。なので、まあ、今ねうちにあるのがまだちょっと残ってるんで、それ使い切るまではちょっとそのやり方にしようかなと思うんですけど、いつかね、いつかというかそれ使い終わったらね次はもう使い切る分だけ購入して丸ごと戻してっていうやり方に変えていきたいなって考えてます。使い切りサイズね。そう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 。だからあの大きいサイズの水苔は多分業者の人とかお店の人が使うようかもしれない、うんうん、って考えると。でも使い切りサイズも言うて1個2個の板付けじゃちょっと使い切れないと思うから。そうだね、大量っていうか 何人か、うん、何匹か何株か、うん、かなって思います、うん、と言ってる間に整ってきましたかね。はい、あとなんかこのアホ毛みたいにぴょんぴょん出てるやつなんかハサミで切る人もいるみたいですね。その方が綺麗に形が整うからっていうので。あ、確かにそれいいかもしれない、うん、で最後にちょっと糸を止めてこれね私が電話かかってきたからそう急遽最後はとしゆきがやってくれました。はい、っていう感じで板付けし終わりました。はい、板付けから3日ほど経ちまして現在の様子こんな感じです。そんなにというかもう全く変わってないですね。で今あのちょっとこちらの方からこれちっちゃいこれ貯水葉っぽいんですけどね、ちょっと展開し始めそうな感じなので早めにね展開してもらって頑張ってもらえたらと思います。なんかラップ巻くかとか迷ったんですけど、ちょっと管理がすごいしづらかったので一旦このままで様子見てみようと思います。であとは少しだけ並びを変えました。他にも今すでにちょっと首折れしちゃった子がいて、その子が近いうちに板付けそろそろできそうな感じなので板付けしてからまたちょっと並べ替え直して紹介できればなと思いますので、今日はこんな感じで割愛させていただきます。ちなみに
並べる基準、今回は大きい子からスペース取る子から並べていきました。一番最初にワリチがすごい今真ん中センターで、なんかすごいそれがバランスいいなって思ったんで、そこを基準にグランデとかアルシコルネとかこの辺の子たち、ビフルの子たちとか結構ね葉っぱがすごい暴れ放題なんで、なんでその子たちを先にスペース確保して、その上で比較的コンパクトな収まりの子たちを配置していくっていう感じで決めました。ソファー座ってたら頭にわさ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 起こるようになりました。そう、まあ、前もそうだったんだけど、そう変わらない、うん、はいっていう感じでございます。はい、じゃあ今回こんなところで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。リビングルームファーストモノトシユキと